坂の上の田村麻呂。坂の上の田村麻呂は、平安時代の苦行、武漢。名は、田村麻呂とも書く。姓は、忌みきの地大忌みき、大おすくね。父は、左京大部、坂上狩りたマロ。官位は大納言生三位。金右にこの絵大将表武教。君二等。増寿二位。中心として名高く。 カ武天皇に徴用されて、軍事と造作を支えた一人であり、カ武朝では二度にわたり聖夷大将軍を務める。江戸政党に功績を残し、クスコの変では大納言へ昇進して、聖変を鎮圧すなど活躍。死後平安京の東に向かい、立ったまま棺に収めて埋葬され、軍神として、信仰の対象となる。現在は武芸の神として親しまれ、多くの伝説。 物語を生んだ。坂上法圏では、坂家、天平法寺二年、七百五十八年に、坂上狩りたマロの次男、または三男として生まれた。田村マロは、この絵符に禁止した。田村マロが、若年の頃から、道の区国では、エゾとの戦争が激化しており、エゾ政党、延暦八年、七百八十九年には、木子の率いる官軍が、 アテルイの率いるエゾ軍に大敗した。田村丸はその次の政党軍の準備に加わり、延暦十一年、七百九十二年に、大友乙丸を補佐する、政党福祉に任じられ、翌延暦十二年、七百九十三年に軍を、進発させた。この戦役については、類似国史に、政党副将軍佐賀上代、ない、宿根田村丸石も、エゾを進むすとだけあり、 田村麻呂は四人の副祉、副将軍の一人ながら、中心的な役割を果たしたとされる。延暦十五年、七百九十六年一月二十五日に、道の区ではあぜ知県、むつに任命され、十月二十七日に、陳樹将軍を兼任すると、翌延暦十六年、七百九十七年十一月五日には、官武天皇により、正意大将軍に任じられ、 東北全般の行政を指揮する官職をすべて合わせた。延暦17年、798年うるう5月24日に14以上、延暦18年、799年5月にこの絵県中将となると、延暦19年、800年11月6日に諸国に廃した威服を県のために派遣されている。延暦20年、801年2月14日に、 説盗を賜って、四万の軍勢、五人の軍艦、十二人の軍曹を率いて、平安系より出生。記録に乏しいが、日本略期には、九月二十七日に、聖遺体将軍坂上宿根田村麻呂東琴都府、新規区、云々、遺族を打ち伏すとのみあり、打ち伏せという表現を用いて、エゾ政党の成功を報じている。十月二十八日に敗戦帰京して、 窃刀を返上すると、十一月七日に、御事乗りして曰く。うんぬ、うん。道の国の絵ぞと、大をへときを渡りて、返京を、新味出し、百姓を殺略す。税をもって、十四位、坂上田村丸大宿根等を使いはして、内平げ破棄をさめしむるに、うんぬんと、十三味を授けられる。十二月には、この絵中条に任じられた。延暦十一年。 802年に1月9日、確保した地域に、伊沢城を築くため、増陸国国伊沢城氏として、道の区国に派遣されると11日に、諸国と王十国の浪人4000人を、道の区国伊沢城に配するよう直が下る。理由は不明であるが20日には田村麻呂を含めた8人が、土砂を一人賜っている。翌年四月十五日に田村マのもへ、エビソを破こてるい、 番組公モレが504人を率いて降伏し、平安経営と報告が届けられ、7月10日に、アテルイとモレに付き添って、平安経営と上京をする。タムラマは、この度は願いに任せて返し入るせしめ、その俗類を真似んと除名嘆願したが、苦行は、就論して、野生重心にして、反復定まりなし。たまたま長位によりてこの竹を得たり、もし申請により、 国地に奉還すれば、いわゆる虎ラを養いて、わいを残すなりと反対して、願いは受け入れられなかった。二人は、河内国森山で処刑されている。延暦二十二年、八百三年三月六日、作り、芝上市として綾切れ五十匹、麺三百トンを賜って出発して、道の区国へと下った。延暦二十三年、八百四年一月十九日、 官務長四度目の江戸政党が計画され、二十八日には、再び征夷大将軍に任命されて三度目の遠征を期した。副将軍に、く田京教区も、再記社屋、道島を建て、軍艦八人、軍曹二十四人が任命されている。江戸政党に向けて準備が整えられている一方、田村丸は五月に作り西寺長官に任命され、八月七日には、 関武天皇の巡行の際の仮宮殿、暗宮設定のために、泉国、摂津国に派遣され、泉国一区の、現在の大阪府岸和田市にて10月8日に、行われた狩猟に随行して、関武天皇に物を献上し、面200金を賜っている。この頃の肩書は、聖衣大将軍十三位行子の江中城剣作り、西寺長官道の区ではあじち、むつまも等である。 延暦24年、805年6月23日に、坂上市として、初の参議に命じられる。しかし、12月8日に、参議、藤原おつぐが、軍事と造作が、民の負担になっていると論じ、官武天皇が、この意見を全主として認めたため、今回の江戸政意は、中止になった、特政総論。田村丸は活躍の機会を失ったが、本来は、 臨時職である聖夷大将軍の称号をこの後も見に、帯び続けた。延暦25年、806年3月17日、関武天皇が崩御すると、同日に皇太子、宛神皇、平城天皇の戦争が取り行われ、田村麻呂は、東宮大部、藤原くずの麻呂と共に身を伏したまま移動して自ら、立つことままならないあてを抱きかかえて、との折、 直ちに玉璽と宝剣を立て祀っている。4月1日に中納言、藤原武志ともに従って、官武天皇への類似を立て祭ると、18日に中納言、21日に中英大将と立て続けて、養殖を兼ねた。5月18日に即位の儀が行われ、遠略から大道に改元されると、平城天皇の側近としておもんじられていく。 10月12日付で発布された大乗官府に申請者として、中納言政大将軍13位、健康中英大将道の区ではあぜち、仏守君に等の肩書きで名前を連ねている。これは義人軍事などを任命して、返境の防備体制を固めたいというものであった。大道2年、807年4月12日に中英府が右近ン府へと解消されたのに合わせて、 中英大将から右この枝大将となり、8月14日には、自重も兼任するが、その直後となる10月に、伊予新郎の変が起こっている。この政変では11月12日に、藤原義子、伊予新郎帽子が揃って、毒を飲んで侵入しているが、11月16日に、兵部教を兼任していることから、田村麻呂は政変に関わっていないと見られ、 平城天皇からも変わらず信頼を置かれていたものと思われる。大道四年809年3月30日に父、狩田丸を超える正三位となる。大道四年809年4月1日に平城天皇がスメラフ等々と神の神皇へ上位し、皇太子には平城天皇の高岳神皇が建てられた。平城天皇の長愛を受けていた。 藤原靴子と兄の藤原中成は上位に反対するものの13日に佐賀天皇が即位する。上位後に健康を回復させた平城条項は12月4日に平城系へと移り住んだ。佐賀天皇は大同5年810年3月に倉人所を設置し、6月には平城天皇の知性で設置された観察史の制度を廃止する。 これに起こった平城上皇をクスコと中成が助長して、二所朝廷と言われる両党鉄が起こり、9月6日に平城上皇が平安帝を廃して平城帝へ戦とする招直を発したことで平城大城天皇の変、クスコの変が始まる。平城帝遷戦との招直にひとまず従った佐賀天皇は坂の上の田村麻呂、藤原冬継に、 木田昇ボルラを平勢共存軍士に任命する。しかし9月10日、佐賀天皇は平城京戦との拒否を決断して、片関氏を伊勢国、大海国、美濃国の国府と席に派遣して、中成れを捉えて、右平へに禁錮して、佐渡本森に左遷。クスコは、正時勢三位を剥奪して宮中から追放という、御事の利を発した。苦行部人によるとこの日に田村麻呂は大納言に、 昇進しており、この坂上荒野も大見国の席を封鎖するために派遣されている。佐賀天皇側の動きを知った平城上皇は激怒して9月11日、早朝、拒兵することを決断し、クスコと共に腰に乗って平城京を発し、東国へと向かった。佐賀天皇は田村丸を派遣。美の道より上皇を迎え撃つにあたり、上皇側と疑われ、佐栄市府に、 禁固されていた、ふんの渡たの同行を願い出て、佐賀天皇は渡たを正四位上参議に任命した上で許可ている。平城京から出発した平城上皇は東国に出て、兵を募る予定だったが、田村麻呂が、宇治、山崎両橋と淀ドのノに兵を排したこの夜、右兵府で中成が射殺された。佐賀天皇側の迅速な対応により、 上皇が9月12日に大和国添上軍、小志田村に差し掛かったとき、田村丸が指揮する兵が上皇の行く手を遮った。進路を遮られたことを知り、平城上皇は平城家へと戻って停発して出家し、クスコは毒を仰いで自殺したことにより対立は天皇の勝利に終わった。この事件の時に空海が鎮黙国家と田村丸の勝利を祈祷している。 公認2年、811年1月17日に、佐賀天皇が部落院で謝礼を観覧した際、行事の終了後に諸神皇や軍神に対して弓を刺させたが、12歳の九ず親神皇、平城上皇と佐賀天皇の異母弟で、関武天皇と田村麻呂娘、春子諸生の御子にもたわ群れに刺させたところ、百発百中であった。行事に合わせた外祖父の田村マは、 驚き騒ぎ喜び遺産で、く水親王を抱いて立ち上がって待った。田村麻呂は天皇の前に進み出て、かつて自分は十万の兵を率いて、当意を正当した際、朝廷の意向を頼りに向かうところ的なしであったものの、今思うに、計略や平日について極めていない点が多数打ったが、く水親王は幼いながら武芸が素晴らしく私の及ぶところではないと言った。佐賀天皇は、 大いに笑って、それは褒めすぎであると返したという。ブラックインでの謝礼から三日後の二十日には、中納言、藤原くずのマロや三ン菅野まみちらと共に、前年の暮れより入居していた、牧海国の使者を、長州院に招いて共応する任に当たっている。田村マロ生前の公的記録としてこれが現存する、最後の資料のものとされる。この年の五月十三日、 平安京淡田口、現在の京都市左京区の別宅で、病の身を伏せていたが、五十四歳で生涯を閉じた。田村マ呂が皇居したその日のうちに遺族に対して、佐賀天皇より、娘、春子が、九ず親王皇の聖母であることも考慮された上で、足六69匹、長府101段、小四490段、米76国、駅府200人と、 おたまもの品を通礼より加造されて賜わっている。佐賀天皇は死を痛み、ことを見ざること一日ともに服し、一日政務を取らず、田村麻呂の業績を称える一辺の監視を作った。5月27日に、大社人等、藤原和ズ麻呂と、ジブ将友、秋篠禅、次が田村麻呂宅に派遣され、天皇の先名を代読して、大納言、田村麻呂に、十二位が送られた。 葬儀が同日に営まれ、山城国寺軍、クルス村水、陸殿山頂を墓地として賜って、甲冑、氷上、剣、矛、急戦、星井、潮町へ備えて、合葬せしめ、城の東に向け、を立つように埋葬された。もし国家に非常時があれば、田村マロの塚場か,ばかあたかも鼓を打ち、あるいは来電が鳴る。以後、将軍の職について出征するときはまず田村マロの、 墓に猛出て誓い、加護を祈るとされた。現在、京都市山品区の西の山小母が田村マロの墓所として推定されている。父は、坂上狩田マ母は梅、ね、過剰、A の娘。坂上氏は、前官の高祖皇帝、後官の後武帝や霊帝の流れを組む、都来人である、あちおみとそのことかおみの子孫を称し、坂上氏だの時大和の怪しより氏を改めたもの。 祖父犬飼と父もそれぞれ武芸をもって知られ、代々九馬や高の道を聖職とし、馳せ者、走る馬からの弓を射ることなど武芸を得意とする、部門の家系として、数町にわたり、宮廷に宿営して、これを守護した。田村マロ登場以前は、地方豪族や下級官人であった。妻は、三好孝子、三好清次の娘。小青の、こ也、清也、正野、広尾。 光道、春子などがいた。家督は大野が継いだものの創生したことから、広野が継ぐも、荒野も創生し、清谷が後を継いでいる。田村麻呂流の中でも大野系、荒野系、清谷家系家の三系統を、坂上本家という。茂野、次屋、次を、高尾、高岡は、坂上市系図にのみ見え、地方に住んで後世の武士のような字、茂野の、 あだちごろなどを名乗って地方に土着していることから、後世に付け加えられた可能性がある。子孫も、部門の家として、仏守や、道之のくすけ、陳樹府将軍や鎮守府副将軍など、道之の国の高官が多く輩出されている。また、清水寺別党、右表へただし、山と守、もる、博士、左衛門の大尉、ケビーシたい等を世襲した。春子は、官天皇の日で、 葛い親王を生み、血筋は、清和源氏と、その分流へ受け継がれている。道の苦国の田村軍を支配していた戦国大名の、田村氏は田村丸をとし、その子孫が、代々田村軍、元は、朝霞軍の一部を領してきたとされる。愛知の優位門により、伊達忠宗の三男宗長が、田村宗長を名乗って再興された田村氏は幕末まで、一の関藩を領し、明治以後は、 家族礼によって死者に列せられた。また、源の三中から、摂津に任じられた、坂上頼継を、初代、山本総治とする、山本坂上氏からは、戦国武将の坂上頼康や、今出川や初代部山本や、町内屋を排出している。坂の上の戸村麻呂は、民間伝承、フォークロアの架空の英雄としても登場する。三重県、 滋賀県にまたがる鈴鹿峠一帯に、田村マロによる鈴鹿山の鬼神討伐の足跡が数多く残されている。三重県亀山市にある片山神社は、江戸時代に観光された伊勢三宮名所図へ、鈴鹿山で鈴鹿峠の鏡岩を挟んで、伊勢川に鈴鹿神社、大見川に田村明神が描かれており、京都丹波の境に位置する、あたご山の将軍地蔵菩薩同様に、 鈴鹿山に田村将軍を祀ることで将軍地蔵とみなし、鈴鹿権現と一体になった際の神信仰が古くから存在していた。滋賀県甲賀市には鈴鹿山の悪気を平定した田村マロが残っていた矢を放って、この矢のくどで万民の災いを防ごう。矢の落ちたところに自分を祀れと言われ、矢の落ちたところに本殿を建てたとされている田村神社。 十一面観世音菩薩の石像を安置して、鬼神討伐の祈願をした北向岩や十一面観音、討伐した大竹丸を手厚く埋葬したという首塚の残る、吉勝寺、鈴鹿山の山賊討伐の法音のために道具を、混流して、美写門天を祀ったというくぬぎの寺がある。兵庫県加藤市の番州清水寺には、聖者大悲観音の霊言により鈴鹿山の 鬼神退治を遂げた奉射として、配当騒ぎ足福県にぶりを奉納している。東北地方では、岩手県、宮城県、福島県を中心に多数分布する。大方は、田村マロが、観音など、特定の神仏の加護で、江戸政党や鬼退治を果たし、感謝してその自社を混流したというものである。伝承は田村マロが言ったと思われない地、青森県などにも分布するが、 京都市の清水寺を除いて、ほとんど全てが、後世の二区と考えられる。その他、田村丸が見つけた、温泉、田村丸が休んだ石など、様々に腐敗したものや地が多い。東北地方の他に、関東、中部、機内、中国地方にまで及ぶ、縁起や伝説を持つ、主な社児として、茨城県鹿島市鹿島神宮、中市上宮寺、白里町、 桂ツラもつけた国ケ栃木県八板市小畑神社、将軍塚、那須カラス山市、星宮神社、大田原市那須神社、群馬県三国峠田村神社、埼玉県東松山市聖宝寺、長野県安曇野有明山、長野市松代町西条清水寺、若穂ほほか清水寺、諏訪市諏訪大社、山梨県富士吉田市、小室浅間神社、下宮、 静岡県浜松市岩水寺や遊玉神社、岡山県倉敷市、小島床神社などが挙げられる。このように、後世、田村マロにまつわる伝説が各地に作られ様々な物語を生んだ。室町時代初期、世阿弥作とされる、勝修羅三番の一つ、能、田村が成立、清水寺の縁起とともに、田村マロが勢い衆鈴鹿の悪魔を沈めたと語られ、 室町時代中期から後期にかけて、成立したおとぎ造子、鈴鹿の宗子や室町時代物語、田村の宗子などでは、田村マロと、陳樹府将軍、藤原敏人との融合や、鈴鹿御前、立江星の伝承が取り入れられており、大御国の悪事の高丸や鈴鹿山の大竹丸を討伐する話になる。これらは、江戸時代の東北地方に伝わって、屋上瑠璃の代表的演目。 田村三代記として語られた、脳、浄瑠璃、歌舞伎、演劇、小説、漫画。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。